です。高畑さん。どうかしら。アウトやな。お姉さんは無理だわ。明日も配信するの？明日。今月はずっと配信する。おお、毎日。3日間。昨日からやってる。おお、やって、みんな。で、9月になった瞬間、一切やらんくなるやつ。おいおい、てか9月1日どうなんやろな。どうなるんやろ。どうなんの？あ、発売日だ。発売日だけど。9月1日何もなかったら配信しようかな。で、一発緒にやっ売日で。ありやな。て。で、一緒に。発売 CD 買おうかな。思った。CD 買おうかな。だって私たち一緒におるやん。あそうだよ。あ、そうじゃん。一緒にれ、初買回って限定。さ。初回限定や。生写真誰かやろうや。うわ、当てたいな。なんか自分の欲しくない？一回。どんな感じなのか見ね、どんなんだろうね。みんな予約しました？予約してくれたかな。パタゴンどこだっけ？私は、山の楽器さん。山の楽器さんで合ってるかな。銀座にある。今の言い方さ、山の楽器。山の楽器。あ、山の楽器さんや。おう。すでに予約済み。予約したよって。お、もちろん予約してるよやって。さすがみんな。じゃ、みんなはさ、あれなのかな？普通に。あさって、フラゲすんのかでもさ、こんな状況やからこそさ、ちょっと盛り上げたいよね。な？バンバンバン！盛り上げたいよね。じゃ、もし1日何もなかったら一緒にさ、CD 開封。ありやな、ちょっと買いに行かねえか、1日。手柄はもうちょっとネットで 届くのかな？届かんくない？そんな。どうなんやろうな。しかあったらいいけど、事務所とかにな。届くのかな？そこちょっと不安よな。届かないかな？あったら届くんじゃない？今から予約してさ、誰か教えて。誰か教えてっつって。あ、今でも届くって。え、アマゾン、アマゾン。私も一枚買おうかな。せっかくだから。自分持ってるやつ。アマゾン。どこで買う？セブンネットだと最寄りのセブンで指定できるぞ。できるよ。あー、ツタヤでフラゲできるかも。お、ツタヤ行ったらフラゲできるって。やね。セブンネット。マイアンは新生堂さんじゃない。もうネットなんかないらしないんや。愛知っあ、てど場こ？合によっては生写真がつかないかもよって。あ、あれね、山のが、それはまた別の生写真ってことか。名古屋パルコ。名古屋パルコ新生堂さんあるな。いや。どこあ、にある？つたやさんってどこが、どこだ、つたやってどこだ。名古屋の。あまりこ。やっぱこれ、現地に行く方がゲットできる確率は高いんだよ、きっと。名護パルバタワレコ。じゃあ、9月1日は可愛くメイクして可愛い洋服着て配信しようと。何もなかったら。じゃあ、一緒にコラボしようね。ようね。じゃあ、がちゃんとメイクするね。ちゃんとメイクして髪も外巻きにしてね。アイアイ、ペクト。アイアイの写真見てちゃんと研究してね。そう、ぐアイアイの髪の巻き方やろ。ぐるんぐるん。るんぐる。マジでアイアイ後ろ姿貫禄あるからな。前もあるわ。ある。すがらは別に、あ、特典はそんなすがらはいらない。いらないっていうのもあれだけど。特典はちょっと、は気にしてないので、
まあ生写真がついてたらいいよね。そう、生写真がついてたら。わあ、でもさ、本当はさ、9月1日さ、一緒にさ、もしそういうさ、プロモーションできんのだったらさ、一緒に CD とか行きたいよね。行きたかったね。来ました、タワレコさん来ましたとかやりたかったよね、こうやって。今から、あ、いいんですか？じゃあ書かせていただきますって。サイン書いて、こうやって。はい。だか本ら当なき。にね。でも多分ところどころに。あ、北海道にありますもんね。北海道。そうだ、北海道やったもんね。やった。急に静か。じゃあ急にコメントをね、ね、リリーベやりたかったな。ね、今そんなね、外こにれ歩リいリー。てるからね、うちら。そうだよ。だからもう、それ外に出歩けない。そうそう、お仕事以外ね。だからずっとハタゴに LINE で、やみそうってずっと送って。どうしよう、何したらいいって。やみそう。ことないよ。壁しか見てないよって。毎日そ壁を見てるよ。写真毎日この景色。本当に外が暑いのか寒いのかも分からないっていうね。本当にそれ。天気良かったんだっていうね。ああ。ああって感じだよね。だからもう早く9月来てほしい、私は。早く活みん動。な何してんの？何して過ごしてんの？逆にみんな何して過ごす？こういう時。なんかもう動画ももう見飽きたし、うん。漫画も見多分世界一動画見てると思う、私。世界一いろんな動画見てると思うわ。飽きた。多分世界一同じ動画見てると思う。同じ動画見てんの？永遠に見てる。最近なんか赤ちゃんが笑っとる動画とか見るもん、もうもはや ただ笑っとるだけの動画とか見てるもん。うちらさ、絶対ゲームできない人間じゃん。こちらゲーム苦手なんですよね。確かに、最近ドラマ見ようかな。ドラマも私さ、飛ばしちゃう癖があるんよ。安原も倍速で見るよ。倍速で見るよ、いつも。だから家の掃除をもう正月並みに大掃除しようかなとも考えてて。確かに、大掃除しようそう、かな。断捨離。もうだって季節変わるしね、ちょうどいいかなと思って。なんか一部屋ごとみたいな。今日は、洗面台とか。今お正月か、うちら。うちら今お正月だよ。お正月か。だからいるものいらんのを分けて部屋きれいにしようかなって考えてる。かった。菅原もお正月ごっこするわ。それお正月ごっこしよう。多分2日ぐ断らいで捨終わる。すぐ終わる。断捨離できるかな。断捨離いいよね。でもさ、断捨離すると服がなくなるのよ。で、仕事始まったら困んだよね。そうそう、私服案件の時困る、いつも。はぁって。買わなきゃーってなるよね、いつも。なんでなんだろう。なんで。でもさ、3年ぐらい、2年ぐらい金買ったやつは絶対もう金やん。今まで残しとったよ、2、3年着てない服でも。もしかしたら来年着るかもしれない。残しとったけど、そういうのってほんと大体何年経っても着ないわけよ。やばい。待って、ないんだけど、そんな服あるかな。着てるんだけど、意あ、ち外ゃんと着てるんや。私なんかお気に入りのものとかめっちゃ着る人やから、リピートして。と。マジ、すがら、もうほんと服で溢れてるわ。なんか服のための部屋が欲しいよね。マジ、ほんと思う。うん。かわいい服。え、てか、秋服めっちゃかわいくない？今季の。かわくない？普通に女子トークしてるけど。え、何を見て可愛いと思ったんですか？普通にインスタグラム見とって、私の好きなさ、
あの、フーズフーチコあるやん。また？全部いいにした。かわいすぎん？でもさ、あま、れを着る機会がないのよ。みんなハタゴンにプレゼントしてあげてください。じゃあ、そういう意味で言ったんじゃないですよ。そういう意味で言ったんじゃないけど、あれを、秋服を着るために現地でトーク会やらせてほしいや、ハい。やっタぱゴりンっね。て洋服屋さん行くんですよ。洋服毎回同じフーズフーチコばっかりで。何回同じ店行くんっていうの。じゃ、他のとこも好きよ。好きだけど、結果的にやっぱそのお店に惹そかこれるがわけ。毎回なんか一通り見るんですけど、毎回買うところ一緒なんだよ。他のとこ見なくてもいいじゃんっていうぐらい毎回そこのお店でしか買わないんですよ。いや、ほんまに。いろんなの試してみたいんですけどね。結果そこに落ち着くんよ。で、一周してここで買うんです。ここで買います。でもめっちゃ面白かったのは、ね、買ってすぐその場で履いてるのがおもろかった。ね、靴サンダルね。買ったその場でもう私は、あ、タグ切ってください。袋大丈夫です。っつって。履いたよいや、ね。そのたまに上着とかはあるんですよ。うん。上着とかで、あのユニクロで UV パーカー買った時に、ああ、もう買っすた。ぐ。沖縄行くためにな。買ったでもわ、ハ私。タゴンさん、もうサンダルはその場で。なんでサンダルはその場で。履いて。UV パーカーもその場で。あ、そのままで大丈夫です。つって。逆に菅原はどこの服が、どういう服が多いってコメント来てるわ、こっちで。まあ、菅原服好きやからな。いろんなの持っとるよな、ほんまに。いろいろで着るよ。も、本当いろいろ着る大願望が、でもフーズ風って名前似てる。フそーズフーチこが、コ？菅原も好き？フーズ風ギャラリー。あのさ、菅原がさ、ショーパン履いてるやつ。ショーパンのジャージ。緑色のやつ。え、真記憶緑ないのの？やつ？真真緑緑？のやつ。あ、あれか。あそこなんや。あとあれ。あ、フーズフーチコのあれやん。姉妹店ちゃう？それ。前店っていうのか。うん。多分同じ系統やと思う。でも全然違うよね。あれはね、系統が違うよね。そこのお店がめっちゃ好き。今セールしてるから。ZOZO タウンで見ちゃうやろ。からのルーティンだもん、毎日。ネット通販見の。でも最近は、まあ、ある服を買ったんで、それが届くようにしていいね。そういう楽しみがあるのいいよね。る。でいや、ただ、も、韓国飯だ。なるほどね。いつ？どんぐらいかわかんない。いや、でも今年の秋はめっちゃ可愛いで。秋なのに、秋に半袖着ようとしてんだけど。え、いいよいいよ。全然いける。なんかさ、コートとかもさ、可愛くてさ。コート可愛い。今年コート買うか悩むんだよ。わかる。なんか一個さ、ちゃんとしたコートをやっぱ買っとけばさ、来年も使えるやん。迷うんやな、ちゃんとしたコートを買うか。一緒に見に行ったこと覚えてる？覚えてるよ、あそこな。悩んでる。まだ悩んどん？なんか普通の色にするか、緑？いや、緑はハタゴンがいい。もう一個の方の違い。あれ、あ、いや、私はもう一個の方かな。だってさ、普通の、まあ普通のコート1個持っとくのはさ、まあき、いけ、まあどうやろうな。そう、すがら、普通のコートなくて、ちょっと変わったコート多いもんな。なんかダウンジャケット系が多いんですよ、菅原。だからコートずっと欲しいと思ってるんですけど、そこのお店で見たらそのチック柄のコートが可愛く、ロングコートが。た。いや、多分私だったら、その安定の色を選ぶ。ずっと着れるから、何があっても。そうだよね。じゃあ菅原も黒いコートにしよう。選ぶな。まあ、黒って使いやすいしな。やっぱ何年も。チェックかわいい着てほしい。うん、そチェッう、クかわいかった。かったよな。
ートって高いんよ。一着で十分だよね。ほんと迷う。腹が切れちゃった。あ、ほんまや、おかえり。いや、ほんとに悩むんですよ。なんでコートって悩むんだろう。マジで悩む。女子トークやな、だって。ほんとにそう。完全な女子トークやな。楽しい。この一生この女子トーク聞いてたいなって。本当にもう普通に楽屋トークみたいな。女子楽屋トークみたいな。コートは高い。わかる。そう、高いの。え、だから悩むんだよな。そう、そうなんよ。だから悩むんだよね。かまたダウンジャケットのロング見せるか。うん、いや、もうダウン、ダウンはある。長いやつでしょ。絶対長い方がいい。そう、長いダウンジャケット。うん。あ、長いダウンな、うん。それは絶対暖かい。そう、でも去年ダウンジャケット買ったんですよ。うん。白いの。来年着ようと思って。うん。うん、あ、じゃあダウンジャケット絶対買った。買ったよ。うん、ダウンジャケットで溢れちゃうわ。そうだよ、もうコートで溢れるから、もうコートその普通のやつ1個買ったのが無難ちゃう。うん、普通の。え、でもなんかまた悩んどるんか。水色のダウンジャケットみたいな。かわいい。ちょっと変わったやつ好きやもんな。なんですよ。わかるよ。欲しいのはあるんやけどさ、どれか一個なんやん。で、コートって、ほんまに。困ってる。コートって一個なんや。あと、欲しいコートが多すぎて。なんか、ワンピース型のコートもあって。はいはいはい、うん。もう、なんか、すがらにしてる。そうそう、珍しい。でも、すっごい可愛くて。なんかロングブーツと合わせてる写真があって、うん、ロングブーツ絶対いっぱい履こうな。そう、あるに履いてないから全然、うん、秋はめっちゃ履こうと思ってから、うん、ミニスカートに、あ、このコート絶対可愛いだろうなって思ったけど、ズボン履いてる方が確率高いんだよな。そうだよ、菅原のスカートマジで見たことない。なるほど。クエスク、ロングスカートも履いてないと思う。あ、最近履いてないね。前めっちゃあんなにロングスカートも履いてたのに。うん、履いとった。足出しとったのに。え、菅原今年スカート履いたっけ。夏久しく見てないよ、菅原のスカート姿。え、菅原もスカート履いてないわ、うん、え、履いたの。楽な、ズボンって楽なんだよね、なんだかんだ。え？え？多分あんま見たことない菅原のスカート姿。今年全然、今年だよね。え、だってさ、うん、ちょっと前までめっちゃ履いてたイメージなんだけど。はい、ロングスカート履いてたし、もう履いてたね。いつからか。ズボンになった。本当だ、いつからかスカート履いてないよ。うわ、履かないと。履きたいんだけどな。履いていく機会がないんだよね。ないね、仕事であるかな。まあ仕事だよね、まあ。でもさ、仕事の時ほどさ、うん、あれなんですよね。なんか楽。どうせ衣装着るしとか。あ、そう、私もその考え。衣装着るからもう何でもいいやって、ジーパンとか履いていく。楽な格好でいいやってなっちゃう。朝早いしさ。そうか、それとかさ、よくさ、なんか都内で理科とかあったやん、うんうん、レッスンとか。ほなもう名古屋からもう長ズボン履いてさ、もう踊れるようにこうして東京行くやん。もうそうだね、今そのじゃで、その入るから。ジャージのまま行くもん。だからもうスカート履く機会ないよな、踊るからそのまま。スカート履いてなくない。今年のじゃあ秋はおしゃれしよ。でもちょっと今から外出するときはスカート履いていくわ。そうしよ。
スカート履え、スこう。カート履いたの菅原、沖縄の時ぐらいの記憶かも。履いとっ沖た縄。な。でもあの時さ、雨降ったからさ、もう台無しやったよな。白いワンピース着てさ、写真撮ろうとかさ、酔ったもんな。沖縄の海で。全然取れ大雨。バラバラ。大雨だった。もう撮らんかったね。もんね。雨で。やば。あんな派手なスカート履いてたのに、あれ一回しか履いてない。嘘。まだ履けるよ。待って、ジャージで新幹線はすごいって。みんなが思っとる多分な、あのジャージじゃないよな。結構みんなね、レッスン着おしゃれなんだよ。そう、今のレッスン着はね、本当にセットアップとかさ、もう全然私服で着れるようなジャージなんよ。セットアップいいね。うわ、欲しくなってきた。また欲しくなってきた。セットアップ調べよう、私ねえ、今す日。がら、また欲しいスニーカーがあって。スニーカーしかないやん、菅原。スニーカはい、ほんとスニーカーばっかだよね。なんでさ、すがら、サンダル一足買ったんだよ。ばっかり。うん。え、あれ？あえ、れから？ヒールを買ったの。おうおう、買ったんよ。え、また履いたとこ見たことそないこもで。一回も入ってない。結果、クロックスばっか履いてる。サンダル履いサンて。ダルだよ、クロックス。でも、ヒールと思あ、っ一応てね。買ったのに一回も履いてない。どういうこと？夏終わるよ。来や年になっだ、ちゃう。履かなきゃ。お仕事の時履いていこう。ねえ、ほんと、あってほしい。私服のお仕事あってほしい。なんかそういう時じゃなくったらね、思いっきりおしゃれできえ、んから逆にな。なんか、プライベートの方が菅原は着たい洋服着るかも。あ、マジで。なんか、TikTok で、熊さんとお花見した時の動画けど、なんかその時は、ミニスカートに、みたいな。カチューシャして、みたカチューシャいいね。いな。かかわわいい格いい。好とかして。最近カチューシャの良さ気づいてきたんだよね。なんか、1店舗遅れるんだよな、私。時代が。そんなこと 1個遅れ。かわいいよね。やば、スニーカー履かなきゃ。そうだよ、履かないとやで。ねえ、履いてない靴多すぎるのに欲しいスニーカーが多すぎる。困った！欲しいものは、なんかさ、欲しいものなくなんないのかな？あと充電5%やからさ、切れたらもう、もう配信終了にしよわかった。物欲なくす方法ってないのかな？う。物欲なくす方法？うん。携帯を人に預ける。携帯人に預ける。無理だよ。買い物行きたいな。ネット通販がおすすめだよ。でも試着したいんだよね。そうだよね、ハタゴンは試着派だもんね。うん、試着する派なのよな。菅原は試着しなくても。いや、だいたい入るやん、試着せんでも菅原。なんかさ、フリーサイズとかでも絶対入るやん、丈の長さとかでも。いやでも丈の長さ菅原結構、だからパンツだけは慎重なんだよな。うん。私、フリーサイズ絶対丈合わんもん。だから試着する。え、ズボンの丈めっちゃ見るもん、菅原も。うん。ネット通販のサイズ表みたいあれ慎重よな、選ぶとき。な。うん。え、だから菅原、最近ネット通販で、下のもの全然頼んでない。基本上のあれしかない。下はね、私もネット通販で買ったことない。不安だから。ネット通販したことあんの？あるよ。頼んだよ、秋服。早っ。言うて、あ、スウェットみたいなやつ。うそう、スウェットとかはね、多いんだけど。ん。頼んじゃった。うん、図柄も後で見よう、ネット。ネット見ようと。ああ、でも自分も買ってしまいそう。お気に入りに入れてしまいそ今年の秋は、いい秋になるといいですね。う。本当、いい秋にしたい。なんか。思い出を作れたらいいですね。ね、好きな服着てさ。
おしゃれできたらいいよね。9月になったらめっちゃ爆買いしちゃいそう。9月になったら爆買い。あとどっかね。あと2日後じゃん。爆買いする。予告。予告まで。あと2日後。なあでもなあやっぱ。あれだわ。コート欲しいわ。またコートに戻る。コートはどんなのが欲しいんですか？いや私もなんか正直分からんのよ。何が欲しいかは分からんよ。けどコートが欲しいの。うん、なんか見てるとやっぱりあ今年のコートも可愛いなとか。確かに。私コート選ぶの結構慎重なんよな。ロングだとやっぱ丈気にする。なるほどね。菅原は長いやつがいいから。私も長いのがいいんだけど、やっぱ丈よな。153センチに合う丈ってやっぱ試着せんとわからんから。短すぎるの着た時なんかあれ？私は長すぎるのが嫌なよな。なんかずんぐりむっくりになっちゃうから、やっぱ身長低いとさ。ハサゴンがロングコート着てるイメージないんだけど。え、毎年着とるやん。着てるっけ？毎年着とるやん。なんかあの短いブラウンのイメージ。短いブラウン、シャカシャカのやつ。短いブラウン、ごめん想像なんかわからんわ。名前が出てこん。コートの名前ね、シャカシャカ。ダウン、ダウンじゃない、あれなんて言うんだっけ。ブラウン、ペチ、去年流行ったやつ。名前が出てこん。なに、ここら辺にベルトついてるやつ。ボアジャケットみたいなやつね。それのイメージめっちゃある。確かにあれもやばい。毛玉すごくてもう着れんくった。あれすごい着すぎて、うん、もう毛玉すごかった。もう真っ黒だった、白なの。茶色いから大丈夫で。すごかった、あれは着すぎたな。楽しもうね、秋と冬。うわ、マフラーとかも着たいな。かわいい、絶対。だから早くパーカー着たいな、パーカー。何のパーカー？スウェットとパーカーを早く着たい。ああ。着たい。もう、夏って無理だわ、暑すぎる。ああ、暑いね。無理だよ。半袖やもん、もう。やっぱ、だから長袖とか、そのスウェット1枚着て、うん。過ごせる温度が好きだわ。あーでもそれはわかる。やっぱ秋が好き。10月ぐらいかな、気温的に好きなのは。ちょうどいいぐらいのね。9月はまたちょっと蒸し暑いからね。え、暑い。9月、10月半ばとか好き。やばい、もうハタゴン充電切れるわ絶対これ。わからない、意外と持ちいいから。切れたときはもうじゃあそのままバイバイしような。また、じゃあまたねって。え、さっきってさ、切れてたの？うん、さっき、うん、さっきは切れとった。で、今5分、じゃあ 5% だから、まあなんかちょうどいいかなって、切れても。え、待って、めっちゃ配信しとるよ、私。何時間？6時から今10時半。え、待って、今10時半なの？10時半だから20時からやってんだよ。やばっ、やば、めっちゃやってんじゃん。スクショしようやって、スクショしてくださいやって。あれ？いいかな？いいかな？あった。あ、いいかな？よしよし、きっと、オッケー。きっとできたと思います。きっとできたと思います。ふぅ。二人とも長い時間ありがとうね。やって。うん。って言ってさ、まだ切れなくて、あと10分ぐらいやって。10分ぐらい切れるので。で、ハタゴンはさっき切れてる時に、ずっと花火打ち上がってたらしいよ。ありがとう。本当に花火ありがとう、みんな。嬉しい。バン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 打ち上がってたらしい。本当に切れてる間も。うん、なんかずっとなんか黒い画面だった。
あ、そうなんや。うわ、いっぱいありがとうございます。本当や、いっぱい花火。あ、また来た、花火。ありがとう、みんな、ほんまに。ほんまにありがとうございます。ほんま。ほんまありがとう。ほんまありがとう。あとどれぐらいでじゃあアイスもらえるんやろ。どこ見たらわかる？これアイスもらえるってやつ。え、スガラムアイスさ、どこ見たらわかんのか、わからんかった。ね。ほんと本人不在、うん、花火大会。あ、アイス15万ポイント足りないからアイスきついで。15万ポイントも足りんかった。みんな、本当にありがとう。本当にもう気持ちは十分伝わった。いや、ありがとう。スガラムはさ、15万ポイントなのかと思っちゃった。ありがとう、本当に。もうこの景色を見れるだけで嬉しい。え、でも、明うん。日と明後日もやったらたまりそうじゃない？あ、確かにね。これ8月、ま、31までか。だから、明日と明後日やったらたまり。待って、明日、明後日やっても厳しいみたいなこと書いとるね。まあ辛い。まあ。まあ、辛いけど、いっぱい花火見させてくれてありがとう、今年。多分じゃあ自腹でね、ちゃんと31買って自も腹で31買えます、ら必う。うん。ず。菅原はちゃんと食べるわ。うん、ケーキ食べて。奪わないでね。あ、え、食べれる？ワンホールも。ワンホールも食ワンボール食べれ、ってか、あれやりたい、菅原、アイスボックスみたいな。ボックスね。あのさ、前10人前やったやつ。あれやばいよ。お腹壊すよ、10人前とか。え、壊さなかったよ。す食べれごいね。た。うん。何日間で食べたん？え、1日で食べた。それもご飯いらんじゃん。え、そうだよ。だからずっもうアイスとあだけ、そう、アイスだけ食べて終わった。れ。やば。え、多分、ハタゴンもやろうと思えばいけそ本当に？う。え、1日だよ、1日。10、あ、でも10個やろ？なんか10個入ってるわけじゃない。なんか味4種類ぐらいあって、みたいへえ、すごいね、それは。な。楽しかったな。やろう。また届いできる。顔、悪い顔しとる、なんか。楽しみ。ろうそく立てよう、ろうそく。一人で、寂しく。31達成ありがとうございます。そう、アイス溶けるから、そう、水分になるから、ゼロキロカロリーなんて言われ。いいように言うて、あんなにカロリー高いものを。あ、そうだ、その前にフルーツ大福も食べなきゃ。何それ、どこで買うん？あ、買って食べるん？それも、なんか前の、イベント。それもうゲットしたん？ すげ、やば。ファンの人に食べ物与えてもらって生きてるからさ。待って、食べ物ばっかりやん。そんな人ありがとう。ありがとう、すごないやろ、次はないやろな。え、それどうやって届くの？その食べ物。チケットみたいなの。はがきみたいなのが届くから、で、そのお店に取りに行かないかんの？それを書いて郵送してもらああ、家に届くんや。めっちゃいいう。うん。ね。でも、菅原さ、それ、事務所に置いてあんの？ うん。マジこの時期にしとけばよかったってすごい思った。ほんまや。ほんとじゃん。家に届かせよう。でも事務所に行く用もないからさ。それなよな。わざわざね、行くこうん。ともできんしな。無駄なあれになった。ね。でもやっぱさ、秋っぽくない大福ってなんか。うん。でもフルーツ大福今流行っとるもんな。秋って感じだよね。食べ大たい。お腹空いてないよな、菅原は。食べたばっかやもんな。福。食べたシチューもん。ラーメン。なんかお腹いっぱい。あとずっとなんか、配信中ずっと飲み物飲んでるから。タポタポ。うん。ハタゴンは眠そう。多分この後ハタゴンから眠くなって寝るでしょう。いや、寝ないよ。まだ寝ないわ。終わったら寝るな。まずお風呂入って。今日なんか面白いテレビあったっけな。今日何曜日？日曜日なんだよな。日曜日って何やろな。私、月か水が好きなんよ。菅原最近マジでテレビ見てないよ。
月か水のお笑いが好きなんだね。水曜日。水曜日？有吉の壁と、あ、そうそう。箱詰め？有吉の壁も好きやし、あれ何？あ、水曜ダウンタウンも好き。見てない。見てない？箱詰めみたいなドラマ見てる。箱詰め？あ、ドラマ見とんや。と見てる。いいね。さっきから枝毛がすごいな。夜遅くに東京リベンジャーズある。あ、してますね。リベンジャーズ。私もう見たよ。入ってるもんね。うん。ネットフリ。ネットフリ、見た見た。おもろ、ね、やっぱおもろいよね。東京リベンジャーズ。ドラマ見ようすがら。見て見て。みんな おすすめのドラマとかあったら教えてください。バラエティとか。ほんと、教えてほしい。箱詰め面白いよって。え、見た方がいい、面白いよ。長野めいちゃん出てるやつ？かわいい、長野めいちゃん。あれか、警察のやつね。そう、それ見て髪の毛切りたくなったもん。あ、なるほどね。かわいい、あれは。パチ。プロミスシンデレラってなんだろう？え、それは漫画見てた。うん。日曜日は笑点やろ。確かに。日曜日は笑点。面白いよな。なんか面白いバラエティやんのかな今。有吉のカッペ、夜更かし、水曜。あ、私あれ好き、クセスゴ。誰が出てるの？千鳥の人とお二人と、あと癖が強いから加納英子さんのクセスゴの知っとる？テレレテレレテレレレテレレテレレテレレレってやつ。え、歌ない？見た方がいい、面白いから絶対。毎週何曜日？あれ何曜日でしたっけ？クセスゴ好きなんよね。火曜日か水曜日どっちか。分かった。探す。これ終わったら見る。見てみて。木曜日だって。あ、全然違かった。火水。木曜日。叶えてくれるってやつ。え、あれでしょ？あの、歌変えるやつ。替え歌、替え歌。あれ、天才だよ、ほんまに。え、なんか歌詞は一緒だけど、音程違うみたいな。メロディー違う。あ、そうそうそう。天才あれ、ほんまに面白い。見よう。あ、でも、久々に、うん、なんか、遺体時みたいな、逃走中みたいなやつ見た。見た！昨日やろ？そう、面白かった。あれさ、ヒヤヒヤするわ、こっちも。ね。これ新しい遊びだね。逃走中のやりたいと思ったもん。ね、あれやりたい。やろう今度。鬼誰？菅原。菅原鬼？私が逃げる。フワちゃんがやってたさ、あのなんかお化け屋敷みたいな。お化け、あれな？あれやる。絶対怖いで。ハタゴあんなフワちゃん役ね。うん。え、絶対やら、すぐやられそう。あんなんさ、怖いやん、絶対。てか、逃走中出てみたいやん。逃走中出るのさ、昔、めっちゃ夢やったことない？え、夢だった。逃走中出たいって夢やったよね。でももう今はもう、年感じて走れないから。鬼退治の方出たくなった。鬼退治の方。鬼の方？うん。絶対面白いよ、あれ。ね。逃走中とハモネプは出てみたいっていう夢があった、昔。いつか出よ。ね、ハモネプやろ。いや、ほんと走れないんですよ、菅原。なんか走ったっけ？戦闘中や。そう、戦闘中。鬼のやつは。うん。鬼対。戦闘中。戦闘中面白そうだった。うん。バッテリー強すぎだろうだって。いや本当にな、 5% の力強すぎやろ。本当に、ね、あと 10% とかだから。ん？あと 20% だから、あ、そう、長いことしとるもんね。減っていくよね。今何時なんだろう。
そこから携帯でしとる？うん、そうだよ。すごいね。それ携帯触れんやん。そうだよ。携帯触れんの。ゾゾタウンもそら調べれんわな。ゾゾタウン触りたいやろ。大丈夫、始まる前に見といたから。あ、見たちゃんと。あ、42分だって。じゃあさ、45分になったらやめよう。モバメも。あ、そう。あ、そうだ。モバメ書かないかんし。そうだわ、そうだわ。ちょうどいいね、じゃあ。うん。みんな45分になったら教えてください。うん。で、うちら逃走中に出る夢叶えよ叶えような。う。でも、あと、あれ、あれも出たい。有吉の壁も出たいし、どっち側で出る？お助けガチャ、お助けガチャ。あ、ドッキリグランプリも出たい。あとあれも出たい。出てこん、名前が出てこない。あれがに金曜日楽しみに見てるはずなのに。金曜日？ま、お笑い？お笑い、なんとかの鍵、なんだっけ。新しい鍵。あ、そう。それめっちゃ出たい。新しい鍵面白いよね。めっちゃ出たいんだけど、菅原。トビオくん出たいんだけど、マジ。新しい鍵面白い。新しい鍵楽しみなのに全然出てこなかった。夢を叶えよう。ドッキリグランプリとかさ、NMB とか NGT とか AKB 出てるからさ、SKE も出たいよね、いつか。だからも新しい鍵に出たい。頑張ろう。新しい鍵に出たい。ああ、こっちゃん、反省会出たのすごいよね、今思えば。確かに。うん、あれすごいよね。ハタコン、多分、そういうこといっぱいあるんじゃね？ん？反省することいっぱいあるんじゃね？反省します。何反省？有吉反省会に、ね、出たいですわ。何反省しよう。ポンコツすぎ、反省しに来ました。ちょっと誰か、じゃあ、なんかエピソードあるかな。私は煽りの時に自分で言った言葉に後から冷静になり、曲がかかっているにもかかわらず真顔になってしまったことを言いました。いや、ほんとだよ。あーって思ったもん。あ、やっちまった。抜かれてるのにもかかわらず、やばい顔しちゃった。あ、おかえり。やばい、あと 10% だわ。お、いいね、タイミング。そうだよ、なんか、やばいって思ったもん。カメラ抜かれてんのに素の顔しちゃったわ。めっちゃ面白かったんですよ。あそこ何回も見たもん。見たね。10回行ってみて。じゃ、聞いて、ほんで、ごめん、ちょっと最後に話すわ。ほんでさ、あの、演出家の方おるやん。うん。前回のさ、うん。つい最近の名古屋のやつな。で、一回目成功したんやん。うん、普通に。うん。うん。ほんなら演出家の人に呼ばれて、ハタゴンっつって。作ってきたやろって言われて、はい、ちゃんと練習しましたって言ったんよ。ハタゴン。練習しなくていいって。ハタゴン、練習しなくていい。二回目は何も考えずにステージ立ってって言われて。立ってね。だからあんな長かったの？あ、そうそうそう。何も考えずに出たら、ああ、なった。だってさ、みんな一回目さ、普通感想踊ってるところ声聞こえないはずなのにさ、あ、多分まだ喋っとると思って。じゃ、あの尺全部使ってって言われたんよ。え、今回夜は？そう、だから、長とか思って、あんな喋る煽りないやん。なんだっけ、告白されて、告白なんだっけ。告白されたことあるっ て。めっちゃ失礼。じゃあせっかくだから今日は私がみんなに告白するねっつって、何言ったかも忘れたわ。忘れた。何言ったか忘れた。待ってるね。うん。返事、待ってるね。君の告白。まさ、その歌詞、ハタゴン歌ってないんでしょ。立 てない。レオナさん、笑前でレオナさん笑っとったもいやー、おもろかったん。いやー、まさかあの煽り来ると思わんかったわ。ー。いや、来るでしょ。あそこの難しい煽り、あの長すぎる、まあ。マジ、ほんとおもろかったわ。最高だったよ。よかった。まあ、またいつかね、煽りがあれば。
の時はよろしくお願いしますわ。楽しみにしてます。ってことで、45分過ぎたらしいんで。はい、じゃあありがとう、菅原。こちらこそありがとうございました。アタゴンとまたコラボするのは9月1日だよね、きっと。ね、できたらね、やろうね。やりました。その時に CD 開封会しようね。ファンの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。長時間、本当に。ね、本当に長時間。楽ほしら、また。い。みんな、お目目、休ましてね。ね、お目目と耳も休ましてね。おやすみなさい。バイ。